東京から174キロ、伊豆七島の神津島。男たちは海の幸を求めて太平洋へ。老人は墓参りが大切な日課となっている、いつもながら静かな神津島の朝です。だが、この静かな島も東京から船が入るや、にわかに活気を帯びてきます。橋家は暑い都会を抜け出してきた若者たちで超満員。人口わずか2500の神津島へ、島の人口の倍5000人もの行楽客が押しかけるのですから大変です。都会の創造しさをそっくり持ち込んでくる若者たち。民宿まで島のバスはひた走りです。稼ぎの夏は今が竹縄。建て増ししても建て増ししても追いつかない民宿。大変な過密ぶりです。大腸菌や油の汚れを知らぬきれいな海は若者たちの天国。しかし、せっかくきれいな海もこれでは。島のお年寄りが亡くなりました。珍しい葬式の列に群がる若者たち。仏様もさぞ落ち着かないことでしょう。遊び場から親まで観光客に奪われた島の子供たちはブームの被害者。8月1日2日は島の夏祭りです。今年は村始まって以来の賑やかなお祭りになりました。東京都無形文化財に指定されているカツオ釣りを踊りまくる若い衆。素朴な人情と自然を慕ってやってきた若者たちの洪水が今日も桟橋に溢れています。どうか島を壊さないでください。